はい、どうも皆さんこんにちは、ミチシュウと申します。今回はですね、マインクラフトの方ね、続きをやっていきたいと思います。なんかね、やってたら意外とね、面白いもんですね。はい、始まりました。どこまでやったっけ。ちょっと待ってね。ちょっと、あー、思い出した。撮影外にもね、ちょっとずつしょうもないことはやってるんですよ。その時間のかかることだろうとか、なんかそういうのはね。で、動物はね、あんた出てるけど、どういうこと。あんた出てるよ。よし、戻った戻った。柵をもっとでかくしてーなーってことで、ちょっとね、新しいこっち分の柵作りました。なんで作ったのって思うかもしれないですけど、まあとね、見てください。もうみんなね、下にある雑草食いすぎてこんなんなっちゃってかわいそうなんですよね。なんかそれのせいで成長が遅かったりすると思うと嫌だなと思ったんで、広げようと思ってこうしてたんですよ、確かっていう動画を。ちょっと一旦邪魔。ほら、こんだけ広かったら、まあみんな自由に移動できるっしょ、みたいな。じゃあね、牛も一匹増えましたし、羊もちょっとずつ増えてきたりしてて、このノリでいけば、まあ無事に食料取れますよ、みたいな感じです。いい感じです。で、俺何しようと思ってたんだっけ、このゲーム。なんか、あ、これ、あ、思い出した。あのね、お、そう、思い出した。すごく思い出してきたよ。オウムが、インコかオウムかわかんないんだけど、鳥が飛んでたんですよ。で、なんとなくそいつ近づいたら餌あげるってなって、餌あげたら相棒になったんです。で、可愛くてですね、それをみんなに自慢しようなんて思ってたんですよ、最初は。そしたら、なんか間違えてクッキーあげちゃったんですよ。クッキーあげたら死んじゃって、今取り残したな。だからちょっとほんまに悲しいんで、新しくちゃんと相棒、あ、いたあれだ、多分。だってちょっと待って、高い豚も高い。だって鳥、オウムさん、オウムさん帰って、おい、あい、この子相棒にしよう。ちょっと待ってね、ちょっと待って、相棒になろう。うわー、オッケー、手付けたの。ちょっと待って、どこ行くの。あの子を連れて帰りたいんですよね。牛大丈夫か。降りてきた、降りてこい。相棒になってくれ。なった、もしかして。なってないな。あれ、いた。あ、なった。まあ今鳥だな、まあ、チキン野郎が、あ、見て、すごくない。オウムがね、肩に乗ってるんだよ、マジで。これマジすごくね。チョベリバじゃない、間違えた、使い方間違えた。そう、慣れてない言葉使うの難しいですね。チョベリバは超ベリーバッドっていう略らしいです。なんか最近知りました。まあね、僕はそんな世代じゃないからね。あ、鳥が僕ついてくるんですよ。可愛いでしょ。で、クッキーとかあげると死んじゃうんで、多分体力もないんですよ、ちっちゃいから。だから大事に育てていきたいと思います。もうこの森にほとんど鳥がいなくてですね、多分あの子ぐらいじゃないか、残ってたの。お、可愛い。可愛くないですか、普通に。ちょっとこの子を連れて冒険行っていきたいと思います。まあ、ちょくちょくこうどっか逃げちゃうんですけど、またどっかいなくなったらまた出会えると思うんで、まあそこはね、森の中に自由に来てもらいたいってことで、まあそこのとこはそんな感じしましょう。よし、次行こう。そう、家を作りてんだよ、家。まあ、今ある家は、まあ今もうあんな感じの家じゃないですか。あんな感じの、まあ大体わかるよね。あ、ちょっと待って、家も作りたいんですけど、もう一個思い出した。護衛が欲しいなっていうのがあって、雪の玉を作ったんですよ。で、確
かね、僕の記憶が正しければ雪をさ、こうやって、これ雪で、ちょっと見えねえぞ、切るんじゃ、かぼちゃを上に乗せるとなんか、あ、違うぞ、雪じゃない、ウールか、これや、ウールと雪の違いが全く分からん。なあ、うわ、ちょっと待って、雪、あ、違う、ちょ、マジ見えねえ、消えろ、通知オフだお前なんて。あ、雪じゃなかった、今ウールだったね、持ってた、あの護衛のものですから、なんかかぼちゃ、雪とかぼちゃなんか変なんができたと思うんすよ、なんかソルジャーみたいな、こうじゃない、だってね、僕が下手くそなんですけど、まあ多分ちょっと見といてくださいよ、確か、ほらほら、できたできた、なんか雪だるま、オラフですね。で、彼らは確か戦ってくれた気がします、多分戦ってくれるよね、なんか敵に遭遇したら雪玉投げて応戦してくれたと思うんで、まあ護衛部隊として置いときます、頑張れお前ら。で、家を作るの話だ、家を作るんは、ちょっと待って、どこだっけ、そうそう、これもうちょっとね、先にいろいろと道具集めてまして、で、まあそれでね、材料はもうだいぶ集めております、ただ石でね、家作りたいと思ってるんですよ。で、レンガ、この石のレンガをめちゃくちゃ頑張って作りまして、これね、で、ガラスもちょっとは作ったんですよ、まあ窓がないとさすがに家らしくないじゃないですか。で、家をどこに作るかなんですけど、まあ今のところ結構悩んでるんですよね。最初の方はあの変なパート2だっけ、で3か2か忘れたんですけど、どっかの時に行ったちょっと、あー、ここすげえ高いとか、アルパカがおるって、アルパカじゃない、リョマだっけ、なんかがいるとか言ってた、あそこら辺に家を建ててーなって言ってたと思うんですよね、前は。でもあそこだと結構不便なんじゃないかなって、その交通便が。だからどこにマジで家建てるかが今悩んでまして、どこがいいだろうね、でもまあどっかに建てます、ちょっとそれをね今から探していこうか、どこに家を建てるか、もうここ思いっきり全部カッティングしてここに作ってもいいんだよ、そうしよっかな、ちょっとでっかい、これは残しておきたいんですよね、このでかい木は。じゃあ思い切ってここを全部カッティングして、ここにでかい家を建てよう、そうしよう、それで行こう、それで行くぞ、もう決めたぞ俺は、よっしゃ、ここもう結構ここら辺気に入ったんですよ、この土地が、やっぱ慣れ親しんだ土地でね、いたよねっていう。じゃあ乗れね、ケーキですよね、届かねー、うわ全然ねー、ちょっと待ってね、しょうがねー、うわちょっと待って、鳥、そこにいるな、大丈夫やな、びっくりしたわ、よし、オッケー、危ないからちょっと座っといてもらいたいな、肩に乗ってるか座ってるかどっちかにしてほしいな、名前なんかつけてあげようかな、あの鳥に。とりあえずこれでここは OK、 どういこうか、これがでかい木かってなると土地が狭いな、ちょっと思ったより、こう、いやでもまあまあ大きい家になるか、まあまあな家ですね、まあまあな家にしよう、ここの砂も全部一回フラットにして、ここら辺までを壁にしようか、
で、こう行って、あー、ちょっと狭えな。ちょっと待ってくださいね。今ちょっとイメージ図を模索してます。こういうぐらい、結構でかすぎるか、この家は。でもそんぐらいだろ、家って。家の中にこのハースを入れちゃう。そうしよっかな。ってなると、こう行って、こうか。ここを全部削ってしまってもいいし、まあちょっと一旦寝て考えましょう。わあ、かわいいオウム。オウムが来てくれます。かわいい。ちょっとそこで待っといて、危ないから。よし、じゃあ一旦ここをこう、一旦ちょっと砂を削ってね、フラットにします。よし、スタートスタート。で、前今使ってる家もすぐ行けるぐらいにしとこうかな。あー、でもちょっとそれも微妙か。ちょ待ってね、マジで今考えてますけど、いや、もともと考えてたとこ家建てちゃおうかな。もう一旦別荘みたいなノリであっちに家建てよう。こっちです、こっちです。あの、最初から言ってた、ここ家建てよう言ってたところに、もう家建てちゃおう、思い切って。ここなんですよ。ここもまたちょっとバリアフリーにしてすぐ行けるような状態にしちゃってさ。ってすれば多分、交通便も便利でいいと思うんですよね。お、オウム来ちゃってるし。あの子は。よっしゃ、ここに家を建てます。じゃあ、開始しまーす。ね、やっぱ燃えないように石がいいんですよね。石をこうつけちゃおうぜ。で、ここ玄関にしよう。あー、危ないよ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 。よし、で、ちょもう君はもうちょっとこういう感じで家をね、石で作って、いや、だからちょっと危ないって。もう行ってきなさい。餌あげれる？なんか殺しちゃいそうで怖いな、鳥は。あんまり懐かせない方がいいのかな、鳥のためには。こんな感じで、まあ、家のね、骨組みというか床ですね、これは。こう床を作っております。やべえ、全然足んねえ。全然足りそうにないですね。わ、やべえぞこれ。とりあえず今回床だけでも作れたらラッキーだよね。床だけでも作りましょう。結構大掛かりな家作ろうとしてますよね、僕。なんだかんだ言って。で、これもね、全部石を焼いて、丸石でしたっけ、あれを焼いて作んないといけなくて、結構ね、コストもかかるんですよ。その石炭だったり時間だったりとか、大変なわけですよね、これ作るのも。危ないよ、鳥さん。よし、で、一丁前のでっかい家を作りたいんですよね。よし、こんぐらいにして、で、ちょっとね、このでしゃばってるじゃない、出てるタイプの家にしたいんですよ、これ外に。で、あー、めっちゃいい風景が見えるよみたいな、そういうノリね。まあ、こんなもんかな。もうちょっと出てる方が。余計なとこに作っちゃったよ。もうちょっと出そう。うん、ちょっと思い切って広めにね、一部の区画をさ、こう出しちゃうっていうのもありだと思うんだよ。こう、そうしよう。あんなとこにリョマだっけがいるし。よし、いいぞいいぞ。あっ、ビビーバー。
った。これ登れねえだろ、おい。どうすんだよ。これ完全に立地条件ミスですね。家の場所だろう。鳥さんもいねえし。これこそちょべり場ですね。ちょべり場との略。こっちから登れるんですよね、確か。そうそう、ここから乗って草を伝ってこう登っていけば確かあそこまで行けた記憶があります。そうそうそう、こうです。あそこにさ、羊のあのあれもあるからバクりやすいですね。あそこからこう行ける通路も作ってもいいかもね。こんな一本だけじゃなくてさ。よし、オッケー。石レンガを、また石レンガ作っときますね。コスト高。とりあえずこんな感じでさ、もっともっと。だって壁作るんだからさ、これの1個は減るっていう計算で考えていけなくなっちゃったし。あ、もうこうなったらあれ下の見える床にしような。あの床が透け取るよみたいな今流行りの今流行ってんのか知んないけどさ、こうしょこうしちゃって、いいかもしれない。ちょっとここだけこうしとこう。あ、いいね、鳥さんもいるしかわいい。あ、いい感じよ。よし、こんなもんでいいだろう。ここはで壁とかその他もろもろなんですけど、こちらはね、磨かれた石のやつめっちゃ集めまして、頑張って、それをね、またどっかにね、ちょっとつけていきたいなっていうふうに。壁ピンク？壁ピンクか？それだったら床の方がピンクの方が似合う。あんま結構汚ねえな。思ったより汚かった。汚ねえな、この色。ピンク。おい。ちょっと汚ねえピンクだな。なんかもっと綺麗なピンクだと思ってたんだけどな。ここに行くための通路を。めっちゃ雪まみれてるし。あいつらか、あのかぼちゃ野郎どもが歩くたびこうなるんか。っていうことオラフが歩くと多分ああなるんですよ。だからオラフのあの雪をまた集めてオラフを作って、オラフの舞台を作ればまあいいんじゃないね、鳥さん。どうしよっかな。とりあえずちょっと角をこれでカチョカチョンってしてみようかな。これをちょっと柱みたいな感じでさ。うわっ、ちょっと待って、別れは突然にです。悲しいな、鳥さん、いい子だったのに。ナム、いやーマジかー。ちょ、俺結構さ、このシリーズもんであの鳥さんと仲良くやっていく系の動画しようと思ってたんだけど、もうお別れが来てしまった鳥と。ないよね、やっぱ鳥であったら餌付けしない方がいいな。鳥がやられちゃうからついてきて。まあこんだけ高さがあって2階こういう感じかな。まあいいかもしれない。ちょっと骨組みはこの赤いのでいこう。骨組みは経費削減です。となる壁はちょっと主となる壁は石レンガで固めよう。もう鳥とお別れか。よかったね、鳥。まあ小動物ってそういうもんですかね。
組はよく結構いい感じじゃないですか。やっぱ火災なんか火事対策をしとかないとね、嫌なんだよ。家燃えた時絶望じゃないですか、マジで。なんか燃えない家を、まあ、骨組みはこんな感じかな。で、あとはまた壁、まあレンガ明らかに足んないんで、また石レン作って壁を作っていきたいと思います。オーブとのお別れ早かったですね。マジか、早かったな。あの雪いいな、あいつら。自分たちでこんだけ雪作ってさ、雪増えていくじゃん、どんどん。そしてあいつらいっぱい作れるし、あいつらを友達にしよう、いっぱい増えるし。悲しみに会いたくないがために、なんかもう雪のあの変なかぼちゃ頭オラフを友達にしようとするというね、旅の音も。だってやばいぞ、暗っ、やばい、飯食ってねえし、急げ急げ。ソードチャージ。結構小麦すごく、すげえ小麦の量、これめっちゃ食い放題だぞ。これ一旦全部小麦になるまで待ってみようか。緑なくなってた小麦、オール小麦みたいな。てかあの雪の連中どっか行っちゃ、痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、おいおい、聞いてない、その人数は。ぶんねえ、当たれ、待って、モンスターが近くいるから寝れない。マジでお前ら言ってんの、ちょっと待って大ピンチなんですけど。ちょっと待てよ、ちょっと援軍を作ってやります。ちょっと待って、ちょっと怖い怖い。あ、そっか、いいアイデアが俺には浮かんだぜ。超マジこれはいいアイディア。まあ見とけよ、グッドアイディア作戦がある。砂、あれ、ちょっと今戦おうとしてたんですけど私。え、マジ、どうもんね、もう寝るわ。ありがとうございます。ちょっと連中朝になったんで、もうぶっ倒しておきます、先に。おい、どこ行きやがった、燃えてんじゃねえか、テーブル。いい作戦考えてたのに、いい作戦。というわけで、今回はここまでしたいと思います。ではね、またここまで見てくれた方、皆さんありがとうございます。ではまたご愛しましょう。 See you!